こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はヤゴッタトライハーダーの続きをやっていきたいと思います。結局合計で4回になるので立て続けに行きますが、まあちょっとついてきていただければと思います。同じく、まあ原曲のパターンをなんでこういうふうにやってるのかっていうのを解説しながら、まあできる限りあのシンプルに直して、その譜面も作っておきましたので、この原曲から、まあ離れないような感じのスタイルで叩いて、よりサウンドさせやすい、サウンドさせやすいっていうのはまあすごい大事で、無理やり叩くことによってサウンドさせにくいことをやってしまうとなかなかいいドラマにならないので、サウンドした感じ、要はこう音が広がった感じを覚えておいて、なおかつそれを変形していってサウンドさせにくいけどうまくサウンドさせると、これは絶妙になっていくわけですね。なので完コピをしたらいいかってそうでもないわけなんですね。というところら辺をやっていきたいと思います。でここは60の、ところまで、その手前の、ピアノのソロの部分はまあ適当にやっていただいて、そこら辺のコンピングに関しては僕のコンピングの教材というか、動画が全部上がってますんで、そちらの方で勉強していただければと思います。ヤガトライハーダーのその60から、こういうのを、サックスのまあ普通のメロディーの部分ですね。でこうみんながこう互い違いにやって、でトゥッティになるところってですね、トゥッティとか、ソリのところ、ソリとか、そういうメロディーの部分とかのこうセクションの考え方については、ジャズビッグバンドドラマーの心得というビデオを出してましたので、そちらの方を、ご参照ください。では、やっていきたいと思いますが、最初の方序盤なんで、メロディーの序盤なんであんまり合わせないで、後半はセクションをどんどん合わせていくっていうスタイルなんですが、この60はまさにその感じで、ほぼほぼ、最初の8小節なんかは全然合わせてないですね。タタラタタタのとこは、ワン、ツー、スリここまでね、ずっと。ここの、8小節目のとこね、ダダッタっていうこう、サックスのフレーズからトロンボーンにこう入れ替わるところなんかのこの、これがすごいいいフレーズですね。でこのドラマはという前に、3拍フレーズの着地をスニアにしてますね。でこのドラマのなんかこうよく使ってるこうフロアに前段を置きたい、タタタタタタって3拍フレーズのところは全部スニアを入れて、でも頭だけフロアにしたい。でそこに、ね、目がけていくのに、これそうロックでもよく使う手順です。これしちゃうとこれでもいいんだけど、これ、こういう三角形、これロックでもそうなんですよ。こんな感じで、こうしちゃうと交差しちゃうもんね。こうですね。で、ここでそのままフロアまで。で、必ずシンコペーションの終わりの着地は何かアクセントがあって着地した側。俺知らんって感じがしますよね。だから逆に言えば、ダダ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 ダみたいな感じで、最後のこの着地のとこだけ提示してあげれば決めなんかやらなくてもいいくらいなんですよ。でまあしっかり決め終わった方が盛り上がるので、でこのフレーズは基本的に、ここ、2つ目のセカンドのフレーズの5小節目6小節目なんでしょ、タタ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 、ここが終わりなので、そこにやっぱり何か欲しい。だからバスドラで着地してあげる。だからここの4表のバスはなくてもタタタでもいいけど、手前に何かあった方がさらにこう置くって感じ。ここはトロンボーンのウッパッタダッタッパッタダッタッパッパーパーウッっていうのを合わせてますね。次のフレーズが、というふうに
映像をやってて、その手前にスネアを入れてます。ここもメガアーツのウタンを入れておいて、このウタンはここに着地して、で連打をバトンタンタンタタタラウタタタラバラバラっていうの、ウタバラバラっていうのは完全に歌わせてるのね。だから、ブラスセクションが歌ってそこの間をサックスが埋めてるの。最後だけタタタタバー、ここだけ切るとこうしゃがんだ感じが。手でチョーキングしてもいいし、という風にします。で、ウカカカダッタダの決めに行くので、ドラムソロからいくとウッドカドー、これは6ストロークね。で、さっきと一緒で普通だったらウカカカとかも全部合わせるんですが、ツッタッタダッタっていうフレーズがトロンボーンのフレーズがあって、ウカーカーカー、要はトランペットのフレーズがウカーカーってことは、シンコペーション連鎖で抜けなきゃ、両方いくんだったら両方叩いてあげなきゃいけないんですが、まあ多分叩けなかった、多分対応できなかったって感じがするんですが、ウタのところが合わせれなくて、ウタというふうに止まっています。ここら辺ちょっとややこしいし、ちょっとなんかどちらかというと僕はスカブリをしてるんじゃないかなと思う、というか、でも完全に 歌い切ってるので、フレーズは後半が合わせればいいので、このドラマは必ずそういうところ後半は合わせてくるのでバッチシですね。というわけで、あと感想、アドリブの場合は8小節4回分あって、それから、ウッパーバッパーパーっていうところですね。これ決めが書いてないんですね、原曲の譜面の方ではですね、なので書いておいたので、これぜひ合わせてください。というフレーズです。なのでここはこれで練習してもらっても全然いいかなと思います。前半はもうあの僕が作ったイージーバージョンの方っていうか、イージーっていうか別に簡単なわけじゃないんですけど、ただサウンドさせやすいってことですね。6時のところは一緒です。ここの部分はこうしました。これ全部これでやっちゃうと何個目か分かりにくくなるので、スニア入れるのは2回に1回にしました。方が多分メロディも歌いやすいし、頭が分かりやすいと思うのね。だから、で頭の部分をフローでやってたけど、僕はスネアでいった方が絶対聞こえやすいし、非常にこうサウンドさせやすいんですね。なのでスネアに行きたい。でもフィルインはこれと交差しちゃうから、よくあるそのバスラを4裏に入れときました。これはすごいよく使うので、6でも夏でもよく使うので、コンボでもよく使うので覚えておきましょう。真ん中ミディアムなかったらこれでもいいので、そうするとスネアに行けるでしょ。だから全ダウンスネアに向かう、こういうふうにね。で、その後着地もスネアでやってましたが、ここはバスドラの方が着地した感が出ます。で、フィルイン入れて、バスドラ頭でフレーズが終わって、このフレーズの頭のバスドラ軸に2拍目が、ここはウッパッパー、軽く合わせるときはここだけ右手だけシンコペーション、フロアに行ってたんだけど、これをドッターできます。同じようにで、タダッタダっていうところはサックスと一緒に動いていいんじゃないかな。
多分バンドは合わせやすいと思います。ただここは別に使ってで、ここは一緒にしました。一回切る、ここね、スニアとクラッシュひっくり返します。やりやすいんです。なんかフレーズが逆転してる感じがする。で、ドンタタタタロックのフレーズみたいな。で、90のところはですね、最初のところは、原曲のやつだと裏にシンコペーションしてたから2拍完全空いちゃってるんですけど、それだと管楽器のトランペットがウッパーパーパーのウッパーの時何にもないんで結構怖くなっちゃうと思うんですよ。なので、こういうところはやっぱ前段を打ってあげて、ね、で、次のフレーズも、このドラドラってやってるんですが、それでもいいんですが、それでもいいんですが、ボンバババッパーっていうとこ一緒に吹いてあげた方が、っていうのは4裏のシンコペーションでフレーズが切り替わっていくので、タダタラタダタラタダタラタ、スニアバソラスニアで止まる。タダタ逆でもいいし、タダタラっていう風にしてもらっても全然いいし、全部スネアでも全部バソラでも構わないと思います。142の決めのところは、最初やっぱり前段をスネアにして、ダッつなぎのフレーズ、普通だったらここバソラに着地するんですが、パラッパラッとパラッとって、パラッバストラカッコにしておきましたが、ここのトロンボーンのフレーズには、合わせれなかったら、タラッ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 、でも両方合わせなくても頭で十分です。タラッ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 、それでいけたらタラッタラッというふうに合わせてあげればいいかなと思います。というわけで、骨格の部分、僕の EG バージョンは最低限の骨格のところと、まあ、原曲のフィルからあんまり大幅に変えないようにして、作ってみましたので、こちらの EG バージョン と、普通のやつが両方、ダウンロードできるようにしておきましたので、譜面の欲しい方はぜひメルマガ登録していただければと思います。コピー譜の方と EG バージョンの譜面がありますので、イージーの譜面でやった方が多分小中学生高校生ぐらいなんかは非常に役に立つんじゃないかなと。で、セクションもこれやっぱりね、セクション僕のビッグバンドの心得みたいなので書いておきましたけど、やっぱりこう足りないフレーズ、特にこうトランペットとトロも書ききれないんで、僕2声にしたりとか2段にしてこう書いてあるんで、でドラムがメロディーを全部歌えたらやっぱり自動的にやっぱり叩ける音って分かってくるんで、だからそういう風なこうブランクでドラムの譜面を書けるように、スカスカにしたやつっていうか、このドラムのコピー譜も、書いてないやつもブランクっていう、譜面もアップロードしておきましたので、それで自分で書き直したりとかしながらやっていただければうまくなるんではないかなと思います。それではまた、続きをやっていきたいと思いますので、今回は以上になります。ご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。